今夜のインターンは、おすげえ走ってる、臨場感半端ない。電車の運転士になるための超リアルな訓練システムの秘密と、うわ並んでるよ、いろいろ車両、マジなんかほんまロボット見に来たみたいな、うわすっげえ。安心安全の運行を支える超巨大車両基地の存在が明らかに。今回インターンさせていただくのは京成電鉄株式会社。東京上野から成田空港間の全長152キロを結ぶ京成電鉄を運行。在来線最速時速160キロで疾走する京成スカイライナーをはじめ、赤と青のラインが特徴の3000型や2019年に誕生した最新車両3100型など、私鉄の中でも列車の種類が多いと言われる鉄道会社。そんな京成電鉄の年間利用者数はおよそ2億5000万人。東京千葉を結ぶなくてはならない存在なのです。どうもドラッグドラゴン塚地です。早速今回のインターン生をお呼びしましょう。こちらの方です。よろしくお願いします。お願いします。スーパードラゴンの古川剛です。お願いします。お願いします。お願いします。インターン生は3月にメジャーデビューする9人組ダンス&ボーカルユニットスーパードラゴンのメンバー、古川剛。何でも古川君、はい、今ちょっと出演中のドラマがあるということで、はいはい、夫婦の秘密、はい、こちらどんなドラマなんでしょうか。一見幸せに見える夫婦が営むあの花屋を、うん、まあ、取り巻く、まあ、登場人物たくさんいるんですけど、うんうん、その全員に裏の顔があるっていう、もう愛憎闇落ちミステリー。愛憎で闇落ちの、闇落ちなんです。もうこのロケと真逆の感じなんですけれども、今日楽しくやらせていただきたいなと。今回はですね、京成電鉄さんなんですけども、はい、京成、はい、これ何の略か分かりますか。1ミリも分かりません1ミリも京成はですね、起点と終点の東京、はい、成田、あ、東京の京と、はいはい、成田の成、はい、で京成という。なるほど、うん、スーパードラゴンですもんね。はい、そうなんですよ。ドランクドラゴンです。そうなんですよ。ダブルドラゴン、辰年。もうこれは幸先いいでございます。本当幸先いい。ありがとうございます。内容になるはずです。よろしくお願いします。いっちゃいましょう。お願いします。本社でインターンよろしいでしょうか。ドラマ夫婦の秘密コラボスペシャル。まずはインターンのご挨拶。京成電鉄人事部長の古谷でございます。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。京成電鉄さんは創立何年の会社なんでしょうか。はい、今年の6月に創立115周年を迎える。115すごい歴史ありますね。日本の鉄道会社として屈指の歴史を誇る京成電鉄は、1912年に押上江戸川間、京成高砂柴又間で電気鉄道の運行を開始。もともとは成田山新勝寺への参拝客向けの鉄道でしたが、成田国際空港の開港後、都心へのアクセス路線として今では国内のみならず海外から訪れた人にも利用されています。京成電鉄さんは創業当時からもう鉄道業一筋でっていう形なんですか。はい、はい、鉄道業を中心にバス、タクシー、あるいはレジャー、ホテルといったですね、沿線のお客様にご利用いただける事業を全てやってるということになります。こちらの京成電鉄さんでインターンをさせてもらうわけですけども、お願いします。京成グループではですね、いろんな笑顔を結びたいというスローガンをですね、立てております。本日のインターンでですね、京成電鉄の魅力をいろいろと体験していただいて、いろんな笑顔をですね、ぜひ皆様にお届けいただければと思います。いや、もう笑顔で頑張ります。おお今回インターンさせていただくのはこちらの3つ。まずは京成電鉄の運行を支える駅係員でインターン。やってきたのは成田国際空港に直結、京成電鉄の成田空港駅。外国人のお客さんも多く、1日およそ3万人が利用しています。そんな成田空港駅でお仕事を教えてくれるのは、成田空港駅長の平山と言います。よろしくお願いします。お願いします。
ちょっとこちらでちょっとインターンさせていただくということで、はいはい、お願いします。古川君には、はい、その制服の方に、はい、着替えていただきましたが、そうですね、身長高いし足長いからもう丈短い、はい、いやもうそうっす、これもうルパン三世以来で駅の係員さんっていうのは、はい、具体的にこうどういったお仕事をされてるんですか。はいはい、改札口の駅のご案内とかですね、はい、あとはホームの放送等がメインでございます、はい、なるほど、はい、成田空港駅は、はい、あの外国人の方のもう利用特に多いと思うんですけど、はいはい、英語でもやっぱり案内ってされたりするんですか。はい、喋れる方も職員もいます。お、はい、ちなみに広山さんは、はい、任せてください、はい、喋れません。喋れないからちゃんと振り入れるじゃないですか、はい、自分で。ちなみに古川君は英語の方は、いや任せてください、喋れません、喋られへんのか。やめてもらえる、かぶせんの。京成電鉄の駅係員になる条件に英語力が必須ではありません。喋れなくても翻訳機を使って案内をしているそうです。ということでまず体験するのは、さあホームに来ましたが、はい、まずは何からすればよろしいんでしょうか。はい、まもなく5番線にスカイライナーが到着します。はい、折り返すまでの放送を体験していきたいと思います。お客さんいるわけですもんね。はい、もちろんです。いやー責任重大やね。緊張するな。構内アナウンスは車両の運行状況や利用案内を正確に伝える重要な仕事。アナウンスするタイミングは3つ。電車の到着を知らせるとき、到着後乗客を車内に案内するとき、最後に発車を知らせるとき。まずはお手本を駅員さんに見せていただきます。はい、来ますよ。5番線にスカイライナー118号京成上野行きが到着いたします。安全のためホームドアから離れてお待ちください。電車が駅に入線してきたら、乗客を車内に案内するアナウンスをします。アナウンス後、すべての乗客が乗ったことを目視で確認。お待たせいたしました、5番線スカイライナー118号京成上野行き発車いたします。5番線飛び出します。最後に手を振りドアを閉める合図を車掌に送ります。電車を見送ることも忘れずに。ということで、はい、今やってらっしゃった行動を全て、はいはい、やっていただく、ガンガンやるという、はい、多いって。大丈夫です、すぐ覚えられます。でも助けてもらいながらちょっと頑張りたいと思います。弱気ですね。アナウンスのポイントは、乗客が聞き取りやすいように情報を分かりやすくはっきりと伝えること。校内アナウンスという責任ある仕事を任されたインターン生古川、実際に乗客がいる中、果たしてうまくできるのか。お、お願いいたします。さあ始まります。まもなく5番線には11時39分発スカイライナー20号京成上野行きが到着いたします。ホームドアから離れてお待ちください。電車が到着しますと折り返し運転の作業を行いますので、しばらくホームでお待ちください。おー、まずは一つ、はい、続いて乗客を車内に案内するアナウンス。お待たせいたしました、発車準備ができましたのでどうぞご乗車ください。5番線はスカイライナー20号京成上野行きです。すべての席が指定となっております。お手持ちのスカイライナー券の座席番号をご確認の上ご乗車ください。初めてとは思えない、ねえねえ、今日短時間しか会ってないんですけど親心が芽生えてます、はい、私もそうです。そして全ての乗客が乗ったことを確認し、最後は出発のアナウンスとドアを閉める合図を車掌に送ります。5番線からスカイライナー20号が発車いたします。閉まるドアにご注意ください。はい、行ってみましょう。では行っていただいて、おお、まあ、で、わあ、閉まった。はい、大丈夫です。あ、すごい。いや、軽い軽い。かわいいね。いい笑顔ですよ。すげえ。はい、
はい、以上でございます。 お疲れ様でした。ありがとうございます。最後までやりきったインターン生古川、果たして評価は。あ、もうすごく完璧でございます。おー、いやいやいや、こうアナウンスの声が聞き取りやすくて、うん、とてもかっこいい声でとても素晴らしかったです。すごい丁寧にね。ちょっと自信つきました。いや確かに、はい、なんか大きくなった気がするよ。本当ですか。いや、もともと大きいです。御社でインターンよろしいでしょうかは各週土曜夜6時30分から BSTBS で放送中。配信は TVer で。